ベネズエラのカラボボ州、ベフマ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のサンフランシスコジャイアンツ所属。2012年8月にアマチュアフリーエージェントで、ニューヨークヤンキースと契約して、プロ入り。2013年、参加のルーキー級、ガルフコーストリーグヤンキース2で、プロデビュー。50試合に出場して打率。278、日本塁打。17打点。 7盗塁を記録した。2014年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグヤンキース1と、A-9 スタテンアイランドヤンキースでプレーし、2球団合計で23試合に出場して打率。272、6打点、8盗塁を記録した。2015年は、A-9 スタテンアイランドでプレーし、63試合に出場して打率。六十七、二本塁が、 23打点、8盗塁を記録した。2016年は、A 級チャールストンリバードックスと、A 級タンパイヤンキースでプレーし、2球団合計で118試合に出場して打率。298本塁打、49打点、8盗塁を記録した。2017年は、A 級トレントンサンダーでプレーし、2球団合計で122試合に出場して打率。 301、6本類打、48打点、8盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。11月20日にはルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人、枠入りした。2018年1月、母国のベネズエラ駅教中に、レストランで2人の武装強盗に襲撃され、拳銃で伝部を撃たれた。 設備が貧弱なベネズエラの病院では全部に留まった、銃弾を摘出することはできず、銃弾が残ったまま、アメリカへ戻った。シーズンでは、A 級ン波ターポンズとトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースでプレイし、2球団合計で18試合に出場して打率、192、8打点を記録した。シーズン終了後には、銃弾の摘出手術を受けた。 オフには2年連続でアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2019年は開幕をトリプル A 級スクラントンウィルクスバリーで迎えた。4月4日にメジャー初昇格を果たしたが、この時は2日後にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリーへ降格した。再昇格した当日の4月21日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビュー。 この年メジャーでは35試合に出場して打率253本類打、12打点4盗塁を記録した2020年は26試合に出場して打率1 6 7一本類打、3打点1盗塁を記録した2021年4月6日にルーグネッド同話の加入によりディフェとなった2021年4月11日に金銭との トレードでサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。ありがとうございます。